低身長選手。低身長選手とはプロ野球の平均身長180センチを大幅に下回る選手のことを言います。先日高身長選手についての動画をアップしたところ、コメント欄で低身長選手もやってくださいという声をたくさんいただきましたので、今回アップさせていただく運びとなりました。プロ野球選手にとって低身長は不利と言われていますが、実際のところどうなのか。というわけで今回の動画は歴代低身長選手ランキング、低身長選手が活躍する確率を検証したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。低身長ランキング、まずプロ野球歴代で最も身長が低かった選手トップ10を紹介します。こちらです。ご覧の通り全員が戦前生まれで、プロ野球がセリーグパリーグに分裂する1950年前後に活躍した選手たちで占めています。1900年から1930年生まれのプロ野球選手の平均身長は170センチ台前半、現在の平均が180センチあるので約10センチほどの差があります。また2リーグに分裂した1950年当時の日本人平均身長も 161.5 センチと現在の172センチに比べて10センチほど低いです。このように平均身長が低い理由として動物性タンパク質の不足が挙げられます。当時の一般的な食事といえばご飯に味噌汁、そして漬物のみという構成で、その組み合わせを朝昼晩繰り返して食べていたらしく、肉は一切食べませんでした。栄養素はほぼ糖質のみ。そのため身長が伸びやすい時期である0歳から3歳までの乳幼児期、成長スパートに入る思春期においても栄養が供給されず、身長が伸びにくかったのです。しかし第二次世界大戦後になると急激に平均身長が高くなっています。理由は1、衛生状態の改善、2、栄養不足の解消の2つです。衛生状態の改善、戦後日本で占領政策を実施した連合国軍機関である GHQ で医療政策を担った PHW は全国各地に総合保健所の設置、レベルが低かった医療教育を改革しました。戦前の日本ではなんと大学医学部専門学校を卒業すると無試験で医師資格を取得することができ、戦時中には多くの医療従事者が必要となったことで多くの専門学校が作られましたが、その中には教育水準に問題があるところもありました。そこで PHW は医学教育基準に満たない専門学校を閉鎖させ、医師希望者は試験に合格しないと医師資格を取得できないようにし、資格取得後も現場で1年間の研修を受けさせるなど、医療教育レベルを向上させ衛生状態を改善しました。2、栄養不足の解消。戦後になるとタンパク質、カルシウムなど栄養価を高めた人工栄養が普及、戦後しばらくは学校給食に採用されました。また食の欧米化もあり、以前はご飯に味噌汁、漬物のみだった日本の食卓は変貌を遂げ、日本人の動物性タンパク質と脂肪の摂取量は戦後急激に右肩上がりとなりました。プロ野球選手の平均身長も年々上がっていき、60年代生まれになると現在の水準にまで達しています。清原和博、桑田真澄、巨人投手、チーフコーチ補佐ら80年代から2000年代に活躍した世代ですね。低身長選手の活躍確率、今回は今から10年前、2011年以降プロ野球球団に在籍した170センチ以下の選手を対象にし、里崎指数で B 以上の評価を得た選手を活躍したと定義します。里崎指数で B 以上とは、野手100試合出場、規定打席到達、投手40試合以上登板、規定投球回到達です。最初は歴代低身長選手を対象にしようと思ったのですが、先ほどお見せした通り全員プロ野球黎明期の選手たちが占めており、今と全く状況が違うので参考になりません。なので今回はここ10年間の選手たちを対象にさせてもらいました。では発表します。2011年以降プロ野球球団に在籍した170センチ以下の選手53人のうち、里崎指数 B 以上の評価の選手は21人、活躍する確率は 39.6% でした。前回の動画で高身長選手が活躍する確率が 42.8% でしたので、それに近い数値となりました。個人的には 10% ぐらいかなと調べながら思っていたので、予想以上に多く驚いています。53人の内訳はこんな感じです。S 以上が6人おり、低身長でも関係なくトッププレイヤーは生まれることが分かります。チームの戦力になったと評価される BBB にも多く選手が集まっていますね。続いて B 以上の選手一覧です。上位には現役バリバリの森友哉捕手、甲斐拓也捕手、近本浩二外野手らがいます。野手は全体的に俊足堅守高打タイプが多いです。投手に関しては150キロ投げる速球派もいれば、変化球とコントロールで勝負する軟投派もいます。また今回調べてみて分かったのですが、低身長でもプロ入りしてから身長が伸びてる選手が結構います。例えばソフトバンクの甲斐捕手は1年目168センチだったのが、6年目の2016年には169センチに、
現在は170センチまで伸びています。ちなみに海保氏はプロ入りしてから6年間、登録名が拓也でした。低身長選手のメリット、筋肉がつきやすい。低身長選手は高身長選手に比べて必要な筋肉の体積が少ないです。身長190センチの選手が腕を1センチ太くするのと比べて、160センチの選手が同じ1センチ太くする方が必要となる筋肉量が少なくて済みます。食べる量が少なくて済む。高身長選手と低身長選手では1日に必要なカロリー量が違います。こちらのサイトで1日のエネルギー必要量算出を行いました。身長以外の項目を一緒にして、身長170センチと190センチに変えると、必要カロリーが800カロリーも変わることがわかります。身長190センチの選手が体重を維持するには、身長170センチの選手の食事量に加えて、さらにご飯 3.3 杯分必要ということになります。低身長投手のメリット、角度のある投球。オーバースローの高身長投手だと角度のある投球ができますが、低身長選手の場合は右足の膝がマウンドにつくほどステップ幅を大きく取り、リリースすることで逆に角度が生まれ、低いところから浮き上がるようなストレートを投げることができます。また低身長選手は高身長選手に比べ手足を正確に動かすことができるため、コントロールがいいとよく言われますが、良し支給率が低いピッチャーを見てみると、2020年セリーグ1位の中日大野雄大投手が身長183センチ、パリーグ1位のロッテ石川歩夢投手が身長186センチ、プロ野球歴代1位の上原浩二投手は身長187センチなので、別に身長とコントロールに因果関係はないのかなと思います。低身長野手のメリット、ストライクゾーンが狭い。公認野球規則ではストライクゾーンを打者の肩の上部とユニフォームのズボンの上部との中間点に引いた水平のラインを上限とし、膝頭の下部のラインを下限とする本塁上の空間と書かれてあります。このため低身長のバッターは自然とストライクゾーンが狭くなり、相手投手はよりコントロールが必要となります。バットコントロールがしやすい。西武の森捕手は腕が短いことでバットコントロールがしやすくなると語ります。僕は身長も低いですけど肘もかなり短い。特に肘から先が短いため、たとえボールの近いところに目線を置いても高めの球に対してスムーズにバットを出すことができる。逆に腕が長いとボールとの距離が取りにくく窮屈になりやすい。まだ盗塁王には低身長選手が多いともよく言われます。そこで過去20年間の歴代盗塁王と身長をまとめてみました。2001年から2005年まで5年連続盗塁王に輝いた赤星憲広氏を筆頭に、170センチ前半の選手も多くランクインしています。170センチ前半の選手の比率は 33%、 170センチ台の比率は 62.5% でした。ただ188センチの糸井選手など高身長の選手も盗塁王になってたりするので、必ずしも低身長イコール盗塁王とはならないのかなと思います。というわけで今回は低身長選手について紹介させてもらいました。西武森友哉捕手、メジャーだとアルトゥーベ選手など低身長でもホームランをガンガン打つ選手もいるので、もしプロ野球選手になりたいけど低身長で悩んでる子供たちがいるなら気にする必要はないと思います。自分の体を知り、他の選手にはない武器を見つけることが大事だと思います。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル Twitter も開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。